倫理研究所 USA がお届けするおはようロサンゼルス。倫理研究所とは現在日本、アメリカ、ブラジルなど個人会員およそ20万人、法人会員としてはおよそ6万社の企業がメンバーとなっている一般社団法人、民間の社会教育団体です。今日はその倫理研究所が発行する職場の教養から、独りよがりの頑張りというお話をご紹介してまいります。頑張っているのに認めてもらえないと感じる人がいます。もしかしたら独りよがりの頑張りになっているのかもしれません。独りよがりにならないためにも周囲との信頼関係は大切です。自動車販売会社で営業を務める K さんは、顧客との信頼関係を築くためにお客様の話をしっかり聞くことを一番のモットーにしています。アパレル会社のデザイナーエスコさんは、以前は男性の 1.5 倍働くことを目標にしていました。しかし出産後、苦手なことは得意な人に手を貸してもらうと頼るようになり、かえって同僚からの信頼が強固になったと実感しています。組織の強さは、その組織を構成する人と人との信頼の強さでもあります。絆をより確かなものにするには、相手のニーズを受け止め、相手のために何ができるかを考えて行動に移すことでしょう。自分の頑張りの方向を自覚し、周囲との強い信頼を築いていきたいものです。いつもこの番組でご紹介している職場の教養は、倫理研究所の法人会員に配られている非売品の冊子となっています。この職場の教養、読んでみたい、そして興味があるという方は TJS ラジオまでご連絡ください。 info@tjsla.com。 毎月5名の方に職場の教養をプレゼントしております。また倫理を学んでみたい、興味があるという方は角園さんまでご連絡ください。 310-518-0417 310-518-0417 です。今日の心がけ、周囲との信頼関係を築きましょう。